東流潜水艦が横須賀に到着。これで全ての漕流型が就役しました。残念なのは一番艦がドック入りしていることでしょうか。では、東流着任に伴い詳しく見ていきます。アメリカは日本の潜水艦技術や操作など一目置いている存在です。最強のアメリカがですからね。日米同盟がより深まればいいです。2021年3月24日に建造を担当した川崎重工上野神戸工場において、総流型潜水艦の最終12番艦である東流が、海上自衛隊に引き渡され、新たな戦力として就役したことが報じられた。総流型潜水艦は、2014年を除き、1番艦の総流の、2009年からこの東流まで、毎年3月に1隻ずつの就役が、続けられた艦艇で、現在の海上自衛隊の主力を構成している。すでに、昨年の2020年に、就役を果たした11番艦、鳳竜がそれ以前の、10番艦までと異なり、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと、発電機とを動力源とする新機軸艦となったことで、よく知られている。東流も、この動力構成を踏襲しており、すでに3番艦までの、建造が着手されている新型の太平洋型でも同方式が、継続されていることから、しばらくの間は、海上自衛隊の主流の方式となるのだろう。東流は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、長さ84メートル、全幅 9.1 メートルの艦容を誇り、通常動力型潜水艦としては、世界的にも最大クラスの排水量の潜水艦である。前述のリチウムイオンバッテリーの採用によって、従来型よりも、連続潜航時間や日数が向上していると目されているが、潜航深度と同様に、具体的な数値の公表はなく、詳細は明らかではない。ただし、それまでのディーゼル、及び、スターリング機関と鉛蓄電池と発電機による非待機、依存推進方式を廃止してまで採用されている点からは、それを凌駕する性能が担保されていると思われる。アメリカやイギリス、フランス等の西側各国をはじめ、ロシアや中国などでも攻撃型潜水艦にも原子力推進型を採用していることに対し、これらと比較した場合の日本の潜水艦の能力がよく議論される。こうした状況において、リチウムイオンバッテリーの採用はその差を縮めたとの見解を目にすることも多いが、個人的には、動力源として見た場合の原子力推進の優位性は未だ大きいと感じる。理論上は、燃料を無補給で稼働できるとはいえ、艦内で乗組員の乗務に必須の食料等の補充は必須となるため、連続航行日数には限りがあると思われるが、それ以上に水中の移動速度の差が激しい。東流等の海上自衛隊の潜水艦の水中速力は最大で、約20ノット程度だと考えられている中で、原子力推進型のそれは、30ノット以上とも言われており、この速度差はいかがともしがたい。まあ、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国等の攻撃型の原子力推進型潜水艦は、
航空母艦を中心とする空母打撃群の護衛任務が欠かせないため、それに随伴な速力は不可避ではある。従来航空母艦を保有しておらず、その護衛も不要だった海上自衛隊の潜水艦にはそこまでの速力は求められていなかったが、今後護衛艦出雲、加賀の改修後にはどうなるのかは気になる点だ。海上自衛隊の潜水艦は水中の航行時にはバッテリーによるモーター駆動で推進を行うため、その伸縮性の高さを利点に挙げる声も多く聞かれるが、近年の原子力推進型はこの点も向上しているという。それを考慮すれば潜水艦における原子力推進の優位性は高く、政治的技術的費用的な全ての制約を抜きにするならば、運用側としてあえて通常動力型を選択するメリットは兵器としてはないだろう。ただロシアや中国がそうであるように、沿岸部を中心とした自国近海の海域においてはコスト的に安価で、サイズ的にも小型な通常動力型潜水艦の需要は健在で、ドイツなども同様だと言えよう。日本が政治的に原子力推進型の潜水艦を保有することが困難な現実から目をそらした上、放流からのリチウムイオンバッテリーの採用で性能的にもそれと遜色がないと主張するのは無理がある。その欠点を認識した上で、海上自衛隊の潜水艦の戦術、戦略を考慮しなければ、動力性能において原子力推進型と互角には対峙できないことの不利をカバーし覆す運用を確立することは難しいだろう。こうした点を踏まえた場合、最大の仮想敵国である中国海軍よりも、これまでの海上自衛隊の潜水艦隊は、装甲の練り度という部分では優位にあると、運用ノウハウや歴史的な過程から指摘されてきた。ただし、今年2021年の2月に高知県沖で発生した双竜と大型貨物船の衝突事故は、こうした海上自衛隊の潜水艦隊の練り度という点について、少なからぬ波紋を生じさせたように思える。潜水艦は、浮上時が最も注意を要する艦艇だとも言われているが、海中では、ソナーを頼りに操艦するため、進行方向以外の向きについてどうしても、死角が生じ、こうした事故の危険性が伴うという。双竜の事故の原因や損害状況についても、今後の調査による究明を待つしかない状況だが、海上自衛隊の主力艦艇の引き起こした事故だけに、今後の再発防止策に期待するほかないだろう。